はい、皆さんこんにちは。榊篤史でございます。暗いですね、もうね、5時45分になろうとしています。9月は30日でございまして、これで、今年もですね、4分の3が終わったことになるわけですね。早いもんですね。残すところは10、11、12とこの3回数でございまして、早い。行きましょう。ロイターでございまして、これはですね、30日3時31分午前ですから、今日本日未明ですね。深夜と呼びっかな、32分前の更新って書いてありますけど、何を更新したいのか今日は知りません。1分で読むって書いてありますもんね。ロシア軍動員令での誤り、すべて正すべき、プーチン大統領 RIA ということでございまして、1分なんで読んでいきたいと思います。モスクワ29日ロイター、ロシアのプーチン大統領は29日、ロシアの安全保障会議で、軍の部分動員令で生じたすべての誤りを正すべきだと述べた。 IRA、RIA でした。すみません。RIA、ノーボスチ通信が報じた。21日に発表した部分動員が円滑に進まなかったことを初めて公に認めた格好。これね、大統領はね、プーチンが公にこんなに早く認めるっていうのは、よっぽどうまくいってないんでしょうね。この映像を見てますとですね、なんかこうデブっとしたおっちゃんが銃渡されてニコニコ笑ってるところとか出てるんですけど、あんなおっちゃん、なんていうかな、役に立つかなという気がしますよね。大丈夫かいみたいな。続けます。プーチン大統領はこの動員の過程で多くの疑問が浮かび上がってきた。すべての誤りを訂正し、今後起こらないようにしなければならないとした。ただ盟友であるショイグ国防相や招集の実務にあたる地方自治体当局について混乱の責任を追及することは避けた。ね、もうちょっとです。また必要な専門分野での訓練と軍事経験があるものを最初に招集すべきだとした。ということはですね、専門分野のない人とかですね、軍事経験のない人も招集したということですね。裏返せば、それは嫌や。というかね、ロシアの政府ってね、そんなこと言うといてね、なんでもない、その辺のね、若い兄ちゃん招集したりするんでしょ、きっと。その若い兄ちゃんがもうそれが分かってるから、あんな政府言うてるけど信用できない、早く逃げようって逃げてるわけでしょ。何と言いますか、プーチンの、ね、支持率が8割やとか言うてますけど、ロシアの、ね、人たちが、ね、今までね、どう言いましょうね、政府から何か大きな恩恵を受けたなんてことはほとんどないわけなんですよ、歴史的にも。だから政府の言うことなんかまず信用してませんね。そもそもその政府が機能してるんかというのは、私は根本的に疑問を持ってるんですよね。例えば警察とかね、納税とかね、選挙とかね、そういう部門がきちんとこう機能してるんですか、あの国は。とそもそも最もですね、機能しなければならない軍隊というものがですね、使ってみたら全然使えへんやんということになってるわけでしょ。軍隊というのは何よりもですね、いざという時に頼りにならなければいけないわけだから、そういう腐敗とかね、怠慢とかね、そういうものがあってはいけない組織であって、そこは一番厳しく運営されているはずなんですよ。それがね、それがいざこう行こうと思ったらあるべきものがないわけですね。安物中国製のタイヤ使ってたりして、すぐに、泥沼にはまってしまうとかね、無線機がねこう使えないから、スマホで連絡したらすぐ屋外にバレてしまったとかね、情けない初歩的なね、ミスをねやりまくってたでしょ。っていうか今もやりまくってるんですけど、その軍隊でさえ機能していないロシアという国の政府の他の機能がですね、国民が信頼するほど回ってるとはとても思えないですね。
え、だから招集やとか言って、あの動員やとか言うたら真っ先にあかんあかんあかん、そんな軍隊行ったら俺死んでしまう、逃げんでって、ね、逃げるわけでしょ。最後、動員令をめぐっては担当者が不適格な男性に招集令状を送ったことに対する苦情など、当局者や市民から不満の声が上がっているということでですね、この終わっています、この記事はですね、これ、RIA ですね、ありません、簡単な記事なんで、21日に動員令を出して、10日も経たないうちにですね、大統領が自ら誤っていたと、ちゃんとやるというふうに国民に呼びかけなければいけないというのは、かなりのですね、末期症状ではないかと思います。で、昨日も言いましたけれども、これが多分プーチン政権終わりのトリガーではないんかなという気がするんですね。で、多分他の動画でも言いましたけども、その集めたね、何もできないあんちゃん集めて鉄砲持たせて俺行けって言ったところでね、何の役にも立たないんですよ、実は。もうそれこそ厳しい訓練をしてですね、で3ヶ月でまあなんとかかんとかかなと、本当は半年から1年ぐらいは必要だと思いますよ、訓練期間が。でもそれがウォーになるとそこまで言うてられへんので、見つけて即成やとかってやってるわけなんですね。その第二次世界大戦の時でもね、3ヶ月で前線に送られるなんて話はほとんど聞かないで、半年ぐらいですよね、普通教育期間っていうのは。で、今はもっとね、この戦い方が進化してね、もう武器でもね、そんな鉄砲撃ってるだけちゃうでしょ。いろんなものを操作しなあかんわけであって、鉄砲持って走るとか、そんな、そういう兵隊さんも必要ですけども、もっと半分ぐらいはもっと技術的なことをしなあかん、そういう技術的な操作をするようなことを求められてるはずなんですよ。無理でしょ、そんなもん、三月でも。それをすぐに送ってる。むちゃくちゃだからね、機能しないんですよ。元から平時って、あの平和な時でもね、あの政府はね、あんまり機能しないんですよ。で、一番のね、そういう腐敗とか怠慢とかそういうのから、こう対極にあるはずの軍隊でさえ機能しなかったわけで、他の政府機能もアウトで、そんな多分動員令とか言ったら多分末端ではむちゃくちゃなことだったんじゃないかなと思いますよ。だから市民たちはどうしてるかというと、全部こう自衛なんですよ、ね、自分のことは自分で何とかしようっていうわけですね。だからそういうお国柄なんですよ。ちょっとだからですね、もうこれでこうトリガーを引いてしまってですね、あと今年中持たないんちゃいますかね、プーチンさん。まあ、明日何かが起こっても、今何かが起こっていても別に不思議はないと思います。で、そのゼレンスキーも言ってますけどね、世界でただ一人なんですよ、この王の継続を望んでるのは多分、ね、まあ、それはオーバーな言い方ですけども、ほぼだからプーチンさんがプチンと消えてしまえばですね、終わるんですよ、必ず終わるんですよ。だからそれを望んでる人はロシアの中にもいっぱいいるわけであって、であればですね、そのプーチンさんをプチン、する動きっていうのはこれからどん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 活発になって、おそらくですね、今年中にですね、プーチンさんのいないロシア政府というのがですね、実現するのではないんかなと私は大いに期待をしています。ただまあ難しい問題があってですね、例えばプーチンさんをプチンできてもですね、その後に座った人、あるいは体制、一人ではないかも分かりませんけども、そこがうまくですね、ことをまとめられるかということですね。ロシアにとって相当苦しい条件を飲まざるを得ないはずなんですよ。でもね、その苦しい条件を飲んだ後にはね、またエネルギーもね、売れるようになるしね、悪くない未来が僕は待ってると思うんですよね。だからロシア人たちを勇気を持って行動してほしいなと思います。プーチンがいくら誤りを正すといったところで、あのおっさん一匹がですね、やいよやいよって騒いだところでですね、あんな大きな国の大きな組織がですね、ピシッと正常化になるなんてことはありえないわけであって、混乱はまだまだ続くわけであって、プーチンの終わりの終わりはですね、とうとうやってきているというふうに私は思っております。
待ってましょうね、みんなね、僕らはね待つしかないんで、はい、皆さんどうもありがとうございます。